やっほー、やっほー、こんにちは、こよちゃんです。ちょっとね、こよちゃん、今月はギガを節約するので、もう公園でやらずにお家でします。全部でするかわからんけど、ちょっととりあえず今日家でやってみようと思って、こう来月からギガホ。なんなん、ギガ事情話すショールーマーとかおんの？さ、ここにさ、フータおる。めっちゃ寝てるけど、ちょっと連れてくるわ。見て、ほら、にゃんにゃん、にゃんにゃん、ふーちゃんも、あか、これあか、ふーた、うちおいで、みーや、こやんねんな、なかなか、ふーちゃん、こっち来て、ふーこっち来て、ほら、かわいい感じでしょ、ふーちゃん、もうあか、行っちゃった、そうなの、ギガホになりました、あ、じゃあじゃあ、9月からギガホになります。てか正直8月にギガホなりたかったな。やっぱりさ、夏休みやから遊びに行くしさ、昨日の見ましたか、 YNN さんでキャンプ。だからあれはもうマジで自分のギガばっか使うから、まあ8月20日やから、まあなんとかなるかな。8月20日まで持たせやなと思って、とりあえず、ギガ節約ウィークなんで。でも昨日さ、家じゃないとこでしたから、帰りが遅くて、だから電車とかでも使わんように気をつかなあかんですね。ね、チーク菓子の時は来てくれたのにね、それは食べたいからですよ、猫が。なんか都合のいい時だけ来るから。ちゃんと毎日配信で続いてるね。私自分的に終わると思ってんけど、自分の性格的にさ、こんな続いたことなんかないんやけど、推しメンがついにギガホ、嬉しくて涙が出る。やばいや、ギガホやで、ギガホ、ただのギガホで、やだ、もう本当にどんな類線なの。板垣さん30ギガもあったら、そうそうそう、そうや、もうちょっと思うやん。なんなら最初さ、私中学の時3ギガでさ、3ギガ。いや、さすがに3はきつかったよ。え、3やで中学生ってめっちゃ使うのにさ、マジで3はきつくて、さすがに。で、でも中学3年間はとりあえず3で乗り切ってた気がする。で、高1?高2?が15ギガやったんかな。で、それでもう不自由なくて全然使い切らへんくて、でも高2の途中までや。で NMB 入って、で結構その携帯を使ってするツールが多くなったから30に増やしてもらって、で最近また Twitter とかも増えたから、やっぱりルームスとかそれ見るだけでも時間ってギガ使うから30でも足りひんくなってみたいな、そんな感じ。外でゲームとか YouTube は見やん人なんやけど、やっぱりちょこちょこ何でもかんでもしてたらギガはなくなっちゃうよん。キャンプでフラダンスあんのかな。え、嫌やで、これよりないと思うよ。え、てかさ、何あるんやと思う。てか日帰りやったからさ、ちょっとようわからんのやけど、なんかそれぞれの全部の気の方は来てない。ゆうみさんおらんのびっくりした、こより。そうそう、節約します。ギガホやった、2週間やな、もう毎日配信。ギガホやけど毎月使ってるの30くらい。あ、マジで。ほんだら私のプランの方がいいんちゃう。配信はマジでギガクやばいよ。親とか今も3で余った。え、マジで、マジか。ギガホにしたら Wi-Fi も意識して使わなすぎて100ギガ。すごいな。
会社とかも大丈夫なんかな、その携帯会社さん。3ギガ動画見てたらすぐ終わる。うん、3ギガもうなんかやばい。ちょっと私は無理やったな、中学時代。やっぱ中学生ってめちゃめちゃ携帯触るから。ちねさん、ハートありがとうございます。ちょっと待って、ギフト読めてるかな。 OK、 ペンライトありがとう。水鉄砲とバーベキュー。あー、でもバーベキューがさ、なんか去年、いや前の休憩生合宿で結構具材が少なかったから、そのクイズで正解した数だけお金がもらえるやつで、そのお金で買いに行くんやったけど、買いに行くってやつやったんやけど、結構具材少なすぎてみんなお腹ペコペコで、帰りのバスめちゃめちゃしんどかったから、さすがに今回は全員分食べれるようにしてほしいんやけど、全員がお腹いっぱい、みんなやばかったんや、あの時お腹すいたなって言って。そうそう、日帰りなんですよね。ねえ、だから8時までやっけ、外暗いんかな、夏やけど8時ってギリ暗い。肝試しとかな、あるか分からんですよね。水遊びしそうやな。リレーしたい、リレーしたいですね。ね、いっぱいいろんなのあるけど、ちょっと待って、今何分や、38分、45分まで、15分のやつが出たらしますね。え、待って、私 Wi-Fi ついてるよな、うん、怖い怖い。なんかさ、2階にいたらさ、勝手に Wi-Fi 外れる時あるんやけど、しかも月末に限って。なんなん、ギガ減らしたいん、私の大切なギガ減らしたいんか。ねえ、ゆうみさんいないがあったよね。先月の配信イベントで気が追加しすぎて来月の支払い怖い。ごめんね、本当に。私もギガ買ったから1500円分くらい1.5 ギガ買ったから。そう、9期のなんか、なんていうの、9期全員いるじゃないですか、今年のキャンプは。だからこそゆうみさんが絶対いると思ったらいなかった。9期イコールゆうみさんじゃないのって思ってましたね。あ、ゆうみさんおらんねやと思って。今までのキャンプはどんなメンズだったんですか。全員だったんですか。全員でお泊まり。あみたんが悲しみそう。もういちょさん、ジュースありがとうございます。YNN さんのキャンプどんな感じなんやろ、初めて見る、楽しみですね。お泊まりで、前の時はお泊まりでもう語り明かしたあの日なんですけど語り明かしたあの日だったんですけど、今回は語り明かせないので、またみんなでなんかプライベートでどっか泊まりに行きたいですね。めちゃくちゃ携帯触るんで中学生ですやばい、キャンプファイヤーね。ハットさん、ジュースありがとうございます。キャンプファイヤーで舞う舞う。肉いっぱいある、ほんまに。うせやん、キャンプ似合うか、私引きこもりやで、テント。いや、私バーベキューしてても家の中に引きこもってるタイプなんですよね。最悪な人なんですけど、本当にバーベキューでご飯だけもらって食べるっていう、私キャンプでほんまに嫌やな、私バーベキューで。そう、お腹いっぱい空いてたの、あの時やばかったね。自腹でいいからさすがにご飯はいっぱい用意してもらいたいですね。球技やんの怖いな、誰が一番足速そう。レイポンとか多分早いと思う、タイム聞いたことあるけど。あとミソラとか、いかにもな2人じゃない、早そうじゃない、あの2人早そうっていうか早いんですよ、タイム聞いたからね。キャンプ楽しみ、スポーツね楽しみだよね。寝起きドッキリ、あーね、ヨシミン言ってた、寝起きドッキリしたかったって。
球技ね、テニスって球技なん？違うよな。え、球技か、ネット型球技か。え、でも球技できひんねんけど。怖い怖い怖い、やだやだやだ。活躍したいよ、さすがに球技でも球技できひんけど、ちょっと活躍したいよ。41分、まあ15分の表示が出たらね、いっか。楽しみやな。泊まりあんまないんや。あ、大体日帰りとかなんや。あー、後輩メンバーと。なるほどな。あー、主役の帰省は全員。なるほどね、なるほどね。そんな感じなんや。マジで休憩で遊びに行きたい。まあ全員はきついかもやけど、さすがに17人集団行動はでも行きたいな、いつか。なんかの企画でしかそういうのできひんから、やっぱり大人数っていうのは。キッズダンス教室、え、そういうこと。え、あれ同じ日やっけ。同じ日なの。パフォーマンス、あー確かに忙しそう。ゆみさん、先輩にやかせて食べよう。最悪、絶対あかん。絶対キュウキが焼きます。え、暴露写真とかあんの。ね、肝試しちょっとしたいですね。でも怖い、怖いよ。ミソラはほんまに早いかもしれない。早そうやんな、ミソラ。わかる、ほんまに。めっちゃ面白い、よく走ってるところ見えてましたキセ単位でね、確かに。本当に今は旧キセ団体で大切にしてもらってるので、楽しみたいと思います。合唱、スポーツ、スポーツ、ほんまにスポーツ、どうなんやろ、できるかしら。おほほほほ、旧キセ多いよね、やっぱり。バンジージャンプ、バンジージャンプ無理だよ。わからんわからん、 なんでやれって言われたらやるかもやけど、まあ、別に自分からやりますやりますとかはわからん。でも誰もやらないな、だったらやるかな。そういうのもしあったらね。肝試しってどこでするん。今日 学校とか。怖いよ、怖いよ。得意なスポーツマジないからな、マジないんです。暴露写真がないか確認。やばいやん、やばいんやけど。号泣キャンプって何なんですか。号泣って泣くってこと。泣かせるキャンプとかじゃないですよね。え、号泣って何なん。なんか調べたんですけど、意味意味調べたんやけど、ちょっと意味わからんかった。なんか球を、すごい速い球みたいな。けんちゃんさん、ハートありがとうございます。めちゃめちゃ楽しみやけどな、ちょっとね緊張してます緊張というか、まあ、とりあえず今はワクワクな気持ち。早くみんなでこの気持ちを共有したい、旧期のみんなで。公演前にちょっと喋ろうと思います、みんなで。楽しみですね。皆さん何がしたいですか。皆さんがキャンプするときは、キャンプっていうの？キャンプやんか、キャンプか。キャンプするなら何したいですかね。ゴー、キュウキ、そういうこと？キュウキケアみたいな感じ？そういうこと？すごいボールを投げるってこと？ね、なるほどね。どうなん？そんな投げれる人いんの？球技とか、球技できんのかね。号泣かけてそうやと思うところよりもちょっと怖い。いた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 。水遊びしたいよね、わかる。ハンモック、ハンモックしたい。ハンモックで寝たいんですね。今日もフライデー来てはります、ありがとう。お肉食べたいね、肉食べたいね。そうだよね、わかります。じゃんけんポン勝ちとかやったら怖い。規制別に戦うとか。
15分寝つきました、ありがとう。ではではそろそろ待ってね。やっとあれ読むね、難しそうやけどちょっと楽しもうね。あの皆さんぜひ、いつやっけいつやっけ、いつかわかんないけど8月20日かよろしくね、今日の公演もよろしくお願いします。久々メンツ、西馬ちゃんも出るので久々ですね。スポーツ万能ではないかな。じゃあやります。ショールーム終わるね、男女読むね、13位誠アットコロッケテンチャンズさんありがとうございます。12位コマートトザンブさんありがとうございます。11位ポッポちゃんさんありがとうございます。10位オカちゃんさんありがとうございます。9位みそたこちゃんありがとうございます。8位タッチュンさんありがとうございます。7位しげやんさんありがとうございます。6位みつきんありがとうございます。5位いたあときさんありがとうございます。4位吉村哲也さんありがとうございます。3位ちねありがとうございます。2位ムーチョあとナンバ箱押しさんありがとうございます。1位ハットさんありがとうございます。ありがとう皆さん、ありがとう。ちょっと公演の間はちょっとショールームはもうできないんですけど、ギガの節約でねなので、あの公演でたくさん会いましょう。またね、ちょっと足首が痛い。ではでは、またね皆さん、気をつけて来てくださる方は、あとは今日は平日やからお仕事とかね、学校の皆さんも頑張ってください。またね。